千葉線は千葉県奈良市の,市の京成津田沼駅と千葉市中央区の千葉中央駅を結ぶ京成電鉄の鉄道路線。駅ナンバリングで使われる路線記号はケース。京成津田沼駅で京成本線から分岐する路線で、同駅で本線、新京成電鉄新京成線、千葉中央駅で千原線と接続、直通運転を行っている。 東日本旅客鉄道総武本線と京葉線の中間地帯の総武本線寄りの場所を走り、京成津田沼京成幕張間では JR 総武本線と京成千葉駅千葉中央駅間では JR 外房線と並走している。各駅に停車する普通のみの運行で、日中は京成津田沼駅千原田駅間の千原線、直通列車と、 松戸駅千葉中央駅間の新京成線、直通列車が、それぞれ20分間隔で運行されている。この2つの系統が、交互に運転されるため、京成千葉線内では10分間隔の運行である。また、京成津田沼駅京成千葉駅間の途中駅は、法務庁が6両編成分しかないため、すべての電車が6両編成で運行されている。4両編成での運転は、 2018年12月8日、実施のダイヤ改正で消滅した。長野の一部に、本線直通の京成上野駅発着列車があるが、全区間が各駅停車の普通のみの設定である。朝は、上りは日中と同じ10分間隔、下りは6から10分間隔で設定されている。新京成線との直通運転においては、8000系、8900型を除く。 京成、新京成直通車両規格に準拠した新京成電鉄の車両が乗り入れている。新京成線内では普通の表示を出さない新京成車両も千葉線では普通の表示及び運行番号表示を出して運行している。表示の切り替えは京成津田沼駅で行われる。千原線千原台駅の列車の方向幕、行き先表示は 千原台となっているが、LED 表示車や新形成電鉄の車両は、千原台と表記されている。千原台駅方向幕を掲出して走行する3300軽電車なお、運転実績はないが土曜、休日の夕方に一往復不定期特急の設定があり、試運転列車などでこのダイヤを使用していたこともあった。千葉線内の停車駅は、京成稲毛駅と、 形成千葉駅のみである。このため、千葉線内の速度標識には、特急の速度表示も示してある。また、これとは別に1968年5月1日より、同年6月14日までは、線内に通過駅がある急行が、同年6月15日より1974年12月15日までは、同じく線内に通過駅がある快速が存在した。停車駅は、 休行は稲毛のみ。快速は幕張、稲毛、黒砂、国鉄千葉駅前へ。なお国鉄千葉駅前の停車は1968年11月改正からで、ある。また過去には臨時特急や臨時休行、ごく短期間ながら、上期の休行とは別に定期休行が一度設定されていた。臨時特急は、千葉線内は、京成津田沼と、 京成千葉以外は無停車であった。1930年頃の千葉市周辺の地図。千葉線は東京湾の砂浜海岸沿いの諸集落の背後を通っていた。京成と国鉄の千葉駅は各々現在と異なる位置にあり、山陰内通帳でつながっていた。1921年に本線の船橋津田沼間と同時に津田沼千葉間が開業した。これは、 本線の津田沼成田間よりも優先され早い開業となった。千葉線はこの年西となった県都である千葉市への輸送、東京湾岸への観光客の輸送を目的として設置された。当時の千葉線は緑大駅、西上戸駅のそれぞれ開業時の駅名、浜海岸駅、千葉海岸駅が示す通り現在よりもはるかに海に近く海水浴客や 潮干狩りを楽しむ、行落客で賑わった。また、住環境が良かったため、京成稲毛駅や西上戸駅周辺は別荘地としても賑わいを見せた。1935年に、商船の千葉駅までの電化が完成する前までは、千葉線の方が運転間隔や利用客数において圧倒的優位に立っていた。商船電化後は、 両者の線路が並行する津田沼幕張間において、国鉄の電車が走っていたら必ず追い抜けとの通達が出ていたとされるほど、ライバル意識があり、戦後 GHQ からこの区間での競争を禁止する通達が出された。京成稲毛駅1970年代以降、旧国鉄の通勤後方面作戦の一環としての1972年の 東京駅と津田沼駅を結ぶ総武快速線、開通や1981年の福々線区間の千葉駅までの延長、さらに1990年には海側に建設された新規路線である京葉線が東京駅まで開通したことで、京成千葉線は東京駅と千葉市を結ぶ JR の両路線に挟まれた形となり、千葉線は都心アクセスの上で不利な状況となり、 本線直通列車の本数も大幅に削減された。2006年からは、松戸、鎌ヶ谷方面へのアクセス強化を図るため、1955年に約4ヶ月ほど実施されただけであった、新形成線との直通運転を再開する。新形成車両による型乗り入れで、千原線への直通運転は行わないものの、千葉への新たなアクセスルートが確立した。 ホーム有効庁は、京成津田沼駅、京成幕張本郷駅、京成千葉駅、千葉中央駅が8両編成、その他の駅は6両編成対応である。ありがとうございます。